ょっとバンバン行きましょう。絶対履かないですよね。履かないのに買ったんですね。はい、どうもミニマリストたけるです。ということで本日も飯田さんのお宅にお邪魔しておりまして、今回もお片付けしていきたいと思います。お願いします。お願いします。ではまずはじめに自己紹介お願いします。はい、ノックアウト TV という YouTube チャンネル運営しております飯田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、前回は玄関の片付けをしてきたんですけども、はい、今回は水回りですね、脱衣所というか洗面所お風呂場の片付けをしていきたいと思います。はい、はい、そのあたりもかなり物が多いということなので、はい、はい、もうがっつり手放していこうと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこちらが飯田さん宅の洗面所とかお風呂場ですね。はい、はい、今回はこちらを片付けていきたいと思うんですけど、まず現状からちょっと把握していこうと思うので、はい、はい、まずこちらの正面のこちらからなんですけど、結構物多いですね。はい、そうですね。はい、どういったものがあるんでしょう。上からコンタクト、コンタクト、ワックス、ワックス、コンタクト、ワックス、洗顔薬。ワックス3つあるんですね、ここに。うん、まあ、これもですから。あー、なるほど。はい、いっぱいあります。はい、いろいろありますね。はい、で、左側これは香水とか、なんか風呂上がりにつける、体につけるものとかで、ヒゲ剃り関係、はいはいはい、とか、これメガネのシャンプーはいらないですね。おー、寝癖直し、はいはい、化粧水、歯ブラシ、洗顔、歯磨き。歯磨き粉が2つあるってことですか、もしかして。結構使い分けてるんですよね。あ、使い分けてるんですね。こっち、なんだろう、ホワイトニング系みたいな。あー、なるほど。こっちめっちゃさっぱりする系みたいな。で、あと最近これ買ってよかったってやつですね。そう、これめっちゃいいですね。はい、物は増えちゃいますけど、はい、買った。これは何がきっかけで買ったんでしたっけ。これ、たけるさんの動画見て、あのルームツアーでね、男性の方使ってるの見て、はい、めちゃくちゃハマってると。そう、最初ザリガニかドブみたいな匂いがするんで、めっちゃ、まあ、口がそれだけね、汚れてたってことですもんね。そうなんですよ、汚いものがあったっていう、数年分溜まってる何かが取れる感じが、なるほど、ハマっちゃいました。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ右側もちょっと見ていきたいんですけど、はい、これなんだろう、メンテナンス系というか、毛抜きもいっぱいあるな。なんか櫛とかね、鏡とか、ね、ブラシとかいろいろ入ってますね。はい、で、また歯ブラシのケースがこれあるわけですね。これ旅行用かな。ね、はい、でバリカン？バリカンとかヒゲ剃りとか。え、バリカンは何であるんですか？なんでですかね。はい、え、普段髪は？髪はまあまあ。ご自分でやったり。そうですね。する時もあるかなっていう。なるほど。はい、で下の方にはどういったもの？下の方にはまあちょこれもなんか毛を切る系のもの。はい、エチケット系とかですね。そうですね。で、上の方に口内ケアのやつ。そうですね。はい。があったり、キレイがあったり。そのボトルは？これも洗顔ですね。あ、洗顔？洗顔こっちにもありますかね。確かに、確かに。はい。この辺もちょっと見直せそうですね。そうですね。はい、OK です。はい、で、じゃあちょっと下の方も、はい、はい、ちょっとお見せしていただいて。ここにはどういったものが入ってるんですかね。これ全部コンタクト関係。あ、はい、でこれはボディーソープとかシャンプーとかストックがたくさん。そうですね、これ人が来た時に使えばっつってあげるやつ。あ、なるほど。来客とかもよく来るんですかね。いや、たまに、たまにある感じですけど、はい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 、で右側コンタクトのやつと、これは、あ、洗濯機の取り付けか。はいはいはい。こう、なんだろう、これ配管関係。なんだろうっていう、ね、洗濯機のとか、あとバリカンのやつとかね。あ、なるほど、はい、なんでここにバリカンのやつが入ってるんでしょう。うーん、ね、なんでですかね。はい、ということで、はい、この辺もちょっと見直せそうですね。はい、で、続いてちょっと奥の方も見ていきたいんです。はい、この辺もすごい量ですね。これは洗濯関係ですよね、洗剤。これちょっと絶対ここでは使わないポリエチレン手袋と、はいはいはい、これ T 字のカミソリ。はいはいはい、カミソリですね。これは使ってるそうですもんね。そうですね。徳野さんの影響で固形石鹸だけにしようかなと思ったりしてますけど、これアクアリウム僕やってるんで、アクアリウムで使う用の雑巾みたいな。アクアリウム？あ、水槽ですね。熱帯魚の。へぇ、はいはいはい。なるほど。で、使う雑巾があると。はい、そう。ちなみに僕思ったのは、洗濯洗剤とかってこんなに必要なんですか？いや、これだけ使ってます。なるほど。あとこれは分かんないです。もう使って、しばらく使ってないんで。はい、使ってないですね。なるほど。で、下の方にもいろいろありますね。なんかいろいろ落ちましたけど。これも、はい、まあ、洗濯洗剤ですね。そうっすね。柔軟剤、これの柔軟剤、これ入れ替えやってる感じですかね。あー、なるほど、ストックですね。匂いのやつ、うーん、これのストックですね。まあ、すごい量。はい、っていう感じです。
はい、でこのホースみたいなのって何ですか？これもやっぱその水槽の水を変えたりするときにバスポンプで水抜いてみたいなことやるんですよね、はいはいはい、なるほど。で今回水槽って手放すんでしたっけ？そうなんです。そのあたりももしかしたら水槽の水抜いてから手放すって感じになるんですか？そうですね、はい、はい、OK です。だから抜いたらもう使わないってことなんで、はい、ではじゃあ続いてこちらのタオル系ですね。これはもうバスタオルとかですかね？そうですね、まあ、他の場所にたくさんあると思うんですけど、まだあるわけですね。すごい一部だけここにあるって感じで。なるほどなるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい、で最後お風呂場に行きたいと思います、はい、あのお風呂場行く前に思ったのは、ここにゴミ箱があるのは何ですか？なんかちょっとコンタクトの入れ物、あ、はいはいはい、捨てるのとかが多いかな。なるほどなるほど、そういうことですね。なんか効率的にやるために、はい、そうですね。皆さんどうしてるんでしょうどうしてるんでしょうね、はい、でも僕の奥さんとかも、はい、リビングの方のキッチンのゴミ箱に、ここでコンタクトつけないですか？つけてるの見たことないっす。あ、どうなんだ、つけてるかもしれないですけど、はい、ゴミは多分もうリビングの方に持っていく。そうですね、なんかゴミ袋あるとね、ゴミ回収するときになんかまとめるのめんどくさくなって、はい、確かに何箇所もあるんで、はい、そうそうそう、はい、っていう感じで、はい、じゃあちょっとお風呂場に行きたいと思います。はい、はい、ここもちょっといろいろありまして、はい、まずあの椅子があり、はい、でその奥にはブラシとボトルが2本、シャンプーとボディソープみたいな。そうですね。でタオルがあり、湯桶があったりとか。はい、左手は洗顔、これホワイトニングの歯ブラシ、歯磨きの、あ、はいはいはい、ホワイトニングのさっきのやつ。これはリンス的なやつ。あ、リンス的な、はい、はいはい、コンディショナー的な、はいはい、で一番奥のあそこは、あれはあの多分お風呂を使った時の、あのなんだ、入浴剤。あ、入浴剤なんですね、はい、なるほどなるほど、っていうところで、はい、この辺どうしましょうね。お風呂場だったりとか、はい、洗面所なんかどんな風にしていきたいとか、はい、なんか捨てる残す基準のとかあれば。そうですね、まあ、汚いものが多いんで汚いのは捨てるってのはやるし、あと何個もあるのは1個に絞ったり、しばらく使ってないものはもう捨てるって感じですかね。 OK です、はい、ということでじゃあやっていきますか。はい、はい、では、はい、早速やっていきたいんですけど、はい、その前にですね、前回玄関周り片付けたじゃないですか、はい、その時に捨て忘れたものがありまして、はいはいはい、あのマットとスリーパーもういらないっておっしゃってましたもんね、はい、いらないですね、はい、じゃあ捨てますか、はい、はい、ミニマリストさんね、持ってる人いないから捨てた方が、あるとミニマリストって名乗れないですもんね。まあ、名乗ってもいいんですけどない方が、そうっすか、多分楽だと思う。多分掃除するかけるのも多分楽になるし、あ、そうです、これもいらないですね。そうですね、はい、結局そっちの方が不衛生だったりとかもするし、はい、全然お風呂上がるときにあのタオルでね、足裏拭いちゃえば全く問題ないから。はい、じゃあどっから行きましょう。なんか飯田さんが一番簡単に行けそうなところから、バンバン行けそうなところから。行けそうなところ、簡単には行けると思うんですけど、はい、ここに全部入れるんでいいの、いいんでしょうかね。あ、後で分別するだけでは。あ、そうですか、後で分別、はい、はい、分かりました。まとめて捨てるものだけじゃあ袋に入れていきますか。じゃあこの中に捨てるものを入れていきますね。はい、まず香水系とかですかね。はい、はい、なんか玄関周りとかでも結構捨ててましたけど、もういらない感じですかね。そうですね、もうつけないって言ってましたもんね、一生。はい、じゃあもう捨てましょう。じゃあ捨てましょう、はい。あとは、うわ、これ新品だけど一回も使ってない感じ。はい、買ったっきりですかね。そうですね、はい、これはヒゲ剃る時で、ヒゲ剃り後でしょうね、これ。保湿液。え、今まで使ってはきたんですか？まあ、数回。あー、なるほど。え、普段ヒゲ剃る時はこれで剃って、剃って別に保湿とか何もしないですね。あ、なるほど、はい、まあ、使わなくてもなんとかなったってことは、ね、じゃあいらない、ね、はい、はい、でこれはね、正直今これやりだしたんで、どうするって思ってるんですけど、はい、相当ね、いいって言ってましたもんね。相当いいですよ、ただこれのスッキリ感はこれであるから、うんうんうん、どうしようかな。まあ、全然残してもいいし、その尊敬してる徳野さん曰く、歯磨き粉ってスースーすると、はい、磨いた気になって、はいはい、そうなんですよ。だからない方が、水でやった方が汚れは落ちるとは言ってました。やっぱ意識して磨くから。ただ、まあ、心配であれば、保留でも全然いいと思います。じゃあですね、これ全くスースーしないんですよ。ホワイトニングのみのあれなんで、はいはいはい、うん、これだけ残して、これはいらないです。お、はい、はい、じゃあ、話しましょう。
あ、はい、なんか洗顔使う理由とかってあるんですか、はい、普段。なんか僕も昔そうだったんですけど、なんかみんなが使ってるとか、はい、なんか常識にとらわれて僕も昔使ったんですけど、別になくても大丈夫だったんですよね。むしろない方が肌が調子が良くて。なるほど。それは石鹸ですら洗わないということですか。あ、そうです。もう水でやって。水だけ。そうです、そうです、そうです。の方が意外に、それこそなんかモデルさんとかもなんか余計にバーって塗りたぐるとかじゃなくて、油がね、ある程度あった方がいいみたいな。そうそうそう。で、常在菌とかも殺しちゃうからそういうのつけちゃうと。っていうのはありましたけど。じゃあ、はい、手は洗いますよね。手はむしろそれを石鹸とかでも、まあ、でもキレイキレイは別にあってもいいかもしれないですけどね。普段使いますか。でも石鹸でやるとか、なんか固形石鹸ちょっと最近、うん、はいはい、奥野さんの影響で頭洗ってみたんですよ、うん、使い心地めっちゃいいんですよね、うん、じゃあいいかもしれない。石鹸で統一しようかな。はい、キレイキレイだとね、やっぱそのストック買ったりとかの手もあるかもしれない。そうですね、このボトルも汚くなるし、はい、はい、洗顔たまに作りますけど、洗顔って目の方ですね。ああ、なるほど。でもめったにやらないんで、コンタクトで、まあ非常用で取っといても仕方ないんで、はい、カラコンですね、唯一の。ああ、なるほど。ヒゲ剃り、なんか T 字のこれとヒゲ剃りって両方必要なのかなって思います。確かに。普段どっち使うことが多いんですか。ちょっと前までこれ使ってたけど、今こっちに変わったな。なるほど。全然それで不具合なく。そう、なんか肌荒れするみたいな、カミソリ負けするみたいな、はいはい、これ。ああ、はいはいはい。思いながらも。まあ一回様子、数日両方使ってみて様子見ても全然いいと思います。そうですかね。はい、使いやすい。これはちょっといらない。はい、もうバリカンはいらないと。はい、これはじゃあちょっと様子見かな。そうですね。なんか汚ねえのが出てきたけど、これいらないっすね。ああ、もう使ってなさそうですね。はい、捨てましょう。はい、一回ちょっと全部出しますか、そしたら分かりやすいように。ということで、じゃあ何から捨てていきましょう。ちょっとこのコンタクトはいるんですけど、はい、こういうのいらないんで。はい、それはどういうやつですか。これは何ですかね。使用目的がよくわからないような、もう捨てていきますか。はい、あ、これも今ここに残してる歯磨き粉のスタックで。はい、もうじゃあそこストックボックス的な感じ でここに入れます。そうですね。普段使わないものとかはもうそういう下に収納しちゃった方がパッとにスッキリすると思います。はい、これ防カビですね。最初やってたんですけどね。はい、もう買ってからだいぶ経つそうでした。そうですね、もうやらないです。じゃあ多分やらないですね。はい、何だろう、試行品的なやつの大量な。なるほど、まあ、もう人が泊まりに来た時にいいやって感じなんでしょうけど、もうそれ、それこそ全身シャンプーでね、共有しちゃえば。そうなんですよ。はい、いいと思います。これもな。それは何でしょう。これシャンプーとトリートメントネットでわざわざ YouTuber の影響で買ったんですよ。ああ、そう、これもね、そう、まあ一回使ってから捨ててもいいですけど、もう使わなさそうだったらもう今処分しちゃってもいいかもしれないです。こっちのやつ捨てるんで、いいですか。全然大丈夫。こっちにこれあげるから、はい、こっちいらないです。はい、これもいらないです。はい、これももらいもんですかね。そうですね、これもボディーソープか、これもこの辺もこんなの、ボディタオル。なんなら僕も素手でやっちゃってますからね。あ、はい、なしでもいけちゃうから。これわかんないんですけど。あ、オッケーです。はい、潔がいい。はい。はい。どうじゃあ過去も後で捨てますか、別の袋で。はい。はい。めちゃ重たい。重たいですね。いや、すごい量。次は。ですかね、そうですね。もう入れますか、その下の中に。あ、これ、段ボールの代わりにこれにするってのはなし。あ、それでも、いや、全然いいと思います。試してみて。確かに、段ボールとかよりもね、見た目は見栄えはいいですもんね。これだけ持ってればいいから。はい。入れちゃう。おー、すっきりですね。これは、まあ、多分、いらないかな。じゃあ、奥の方に。はい。はい、これ、今使ってるっちゃ使ってるから。洗濯洗剤はどれ使ってるんでしたっけ。洗濯洗剤はこれとこれとこれの3種類、うん、じゃあもうそれは残す感じでいきますか。そうですね。
これはいらない。はい。雑巾ちょっといらない。洗濯物もいらない。エリソでもいらない。はい。洗濯ネット、なんか、大量に。そんなに使います洗濯ネット。使わないですよね。いつ使うんだろう、これって。なんか冬服のニットとかなんかあればあれですけど、まあなければもう全部処分でも。柔軟剤も普段使ってますか？これなんですよ。あ、なるほど。あ、じゃあストックとして持っててもまあいいかもしれないですね。と、じゃあこれは使うし。はい。あれ、はい、まあ、ここはいらないですね。はい。じゃあそこからまず優先的に。ここはいらない。ターン。カビハイターってどうしてますか？僕は豚まろ洗剤で全部掃除しちゃってますね。全部？そうですね。あ、まあ、こまめに掃除してればカビってそこまで生えない。はい。じゃあこれはいらない。はい、キッチンハイターもキッチンじゃないし、ね、はいはい、確かになんでキッチンハイターここにあるんだっていう。でもいやー、だいぶすっきりしましたね。これどうしようかな。それは何でしょう。これ頭のやつなんだよね、これ。ああ、いらないな。はい。こんなのもう使ってないですか？そうですね、たまーにって感じなんでいらないです。はい、潔く。で、そのホースは水槽の水を抜いてからですね。そうなんですけど、これ全く同じもの向こうにあるんで。あ、なるほど、じゃあもう捨てちゃいますか。これもいらないですけど、はい、でね、正直ここにこんなんあるんですけど、おこれも水槽に水入れたりとか、はいはいはい、最後ベランダで水槽洗ってから持ってくんで、はい、その時に使ったら、そうですね、捨てます。はい、っていう感じですかね。洗剤、はい、あくまで個人的になんですけど、はいはい、僕洗濯洗剤はほんと洗剤だけで、柔軟剤とかって正直使ってないですよ。でも女性だったらまだ分かんないですけど、男の人ってどうなんだろう、分かんないですけど、なんかちょっと生乾きするような気が。ああ、そういうことですね。あ、気があれば全然大丈夫だと思います。あ、でもこっちだけあればいいかも。匂いのやつですか？はい、なんかビーズ的なやつ。そう、あ、そう、我が家はそのビーズと洗濯洗剤だけにしてます。じゃあいらないです。はい、で一回試してもらってもいいかもしれないですね。そう、そしたらだいぶ即死。なんかその収納ボックスとかもなんかぶっちゃけなくてもいいかもしれないなと。まあ、入れるもんないですからね。確かに。はい、ちょっとじゃあそれもどかしますか。はい、はい、で、あとは上のタオルとかどうしましょうね。タオルだから全部かき集めて、はいはいはい、いやでもね、バスタオルやめます。あ、いいですね。はい、理由はタオルでも拭ける。OK です。そう、ミニマリストさんね、バスタオルやめてる人多いから、はい、乾き具合とかバラつきが出るし、ね、多分バスタオルやめて、多分普通のフェイスタオルとかって一人暮らし、はい、多分3枚から5枚あれば間違いなく足りると思うんですよ。洗濯の頻度にもやりますけど、はいはい、これあのね、仕事の時にでも1日下手したら 2,3 本変えたりするんですよ。おお、じゃあ必要な分残しちゃうと。全然5とか10とかでも残しちゃう。向こうに山ほどあるから、とりあえずこれなくしますね。はい、なんならもう突っ張り棒すら、これでも今撮影してるから、ね、はい、終わったら撮りますか。そうですね、まあカメラを変えてもちょっと、じゃあこれと撮ります。タオルいらないよな、これ。そうです、僕我が家は、はい、あのタオルこっちに収納してます。ああ、なんかカゴに入れてもいいし、はい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 、これいらないですね。はい、なくてもいいものは全然いいかなっていう、はい、あとは洗濯機までゴミ箱はもうそのままにしますか。これなんか個人的にはなんですけど、はい、なんかコンタクトここで作るのは全然いいと思うんですけど、はい、なんかここに入れちゃうとなんかゴミ集めるの大変だったりとかするから、はい、つけた後のゴミはもうすぐになんかキッチンのゴミとかリビングのゴミにまとめちゃった方が個人的にはいいんじゃないかなと。なるほどですね。はい、思いました。はい、お風呂場はどういった基準で。いや、なんかどうせ汚くなるんで、うん、もうない方が。そうですね。お風呂場って結構水回りでカビ生えたりとか、はい、水垢とかひどくなるから、物はほんと極力減らした方が掃除も楽になると思います。そうですね。てかこれも、そうですね、はい、我が家も一度捨てました。これで一回も使ってない。はい、使ってないものはもう処分しますか。じゃあ何で洗うんですか。あ、でも我が家はフック付きのスポンジがあって、はい、それをここにつけます。でそのスポンジでお風呂、棒とかついてないような。あ、ついてないです。もうスポンジだけですね。なるほど。全然それだけでもいけちゃうと思いますけどね。スポンジ買えばいいか。でもいいし、一回それでも全然大丈夫。一回じゃこれ、はい、でもこのはまら、はまるか。はまらないからいいです。はい、足用の石鹸いらないですね。はい、これヨガの鼻の洗浄いらないですね。結構細々したものが、くー
はい、これは何で代用するんでしたっけ。あ、歌丸クリーナーです。あ、そうか、はい、宣伝みたいなやつですね。歌丸クリーナーの宣伝みたいなやつ。これどうしてますか。僕は手放してもう素手でやってます。で、意外に素手の方が良かったりするらしいです、肌には。なるほど。ゴシゴシやるとね、肌痛めたりとかするから、はい、入浴剤、はい、あれ、はい、洗顔もさっきしてましたよね。してました。これは一応置いとこうか。はい。おお、めっちゃスッキリ。こういうの本当はぶら下げたいっすよね、水切り。そうっすね。なんかそれだけちっちゃなボトルに入れ替えるか、かもしくはまあ使うときにそのパカッて開いて手に出してっていう感じなんでしょうね、きっと。そうですね。ちょっと面倒かもしれないですが、はい、ここしか物ない状態ですね、これ。おお、すごい。どうですか、スッキリ。あ、いいっすね。はい、こっちの方がいいっす。以上ですかね。はい。ということで、水回りのお片付け終わりまして、もうこれだけのものを手放すと、結構な量ですね。はい、そうですね。はい。で、実際ちょっとどうなったのかっていうのを見ていきたいんですけど、はい。もうこの辺もですね、だいぶスッキリしましたね。はい。はい。で、ちょっと下の方も見させていただいて、はい。この辺ももう半分以上ね、物を手放して、もうかなりスッキリして、で、あとは、はい、こちらの収納棚もなくし、はい、はい、上の突っ張り棒もなくし、はい、で、お風呂場に関してももうあそこのものだけしか残ってないと、はい、はい、いうところで、実際にどうですか、全体片付けてみての感想は。そうですね、引っ越してきた当時を思い出すような感じで、はい、はい、もうこの3年4年で貯めてきたものを一気に手放したっていう感じですかね、はい、そうですね、気持ちいいですね。はい、で、この洗面所周りとか、はい、あとお風呂場の片付け通じて、はい、僕の視聴者さんとかも結構片付けたいって人が多いので、最後になんか片付けのアドバイスだったりとかポイントがあれば最後にお願いします。そうですね、洗剤とかなんか種類がいろいろ増えがちだと思うんで、うん、これしか使わないとか決めれば減らせるのかなと思いました、その歌丸とか。そうですね。はい、ありがとうございます、はい、ということで今回の動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ハービーさん、ここからカットしてもらってもいいですか。トイレ、気になったところがあって、はいはい、いいですか、トイレもついでに、はい、僕このトイレットペーパーのこれどうなんだろうと思って、なんかこれ無駄を持て合わせ、確かにこれここに置きゃいいですよね。そうそうそう、と思いました、はい、そしたらスペースも広くなるかなと思って、はいはい、掃除道具ってどうしてます。なんかブラシ1本とかですか。そうですね、トイレ掃除はブラシが1本と、はい、あとはまあトイレットペーパーと、はい、あと歌丸クリーナーで掃除したりですね、はい、床とか便器のとこ外側とか、だからその中、なんかすっぽんだったりなんかポン、はい、ポンってやるやつはないです。これもいらない。これもいらないですね。でブラシ大丈夫ですか。え、あ、歌丸クリーナーをこれで掃除するんでしたっけ。便器の外は歌丸クリーナーのトイレットペーパーでやって、はい、便器の中はまあブラシとか、はい、あとは流せるなんかトイレブラシとかあるんですよ、スプラディングバブルの。だから不衛生にはなりにくいかなっていう。じゃあそれちょっと探して買ってきます。はい、これいらないっすね。そうですね、マジック。まあそれをまた使ってもいいけど、まあ、歌丸クリーナーの方がそれ消費しきってもいいといえばですね。それとペーパーで代用はできるといえばできる。そうですね、はい、まあ、これを機に手放すか、まあ、消耗して手放すか。トイレットペーパーいっぱいあるんで、はい、じゃないですね。で、あと僕気になったのはメラニンスポンジもトイレットペーパーでいけちゃうかな。確かに、はい、消耗だけ、はい、ですかね。で、あとはそのブラシを買うっていう感じで大丈夫ですか、新たに。そうですね、はい、ということで、はい、以上ですね、はい、はい、ありがとうございます。